撃よく違う違う、あなたは博多から那須へ入ると顔を隠して柏屋へ行き、夜の10時頃犬神家に忍び込んで静馬くんを呼び出した。仮面の静馬くんに会って初めて人知れず入れ替わるのが不可能なことを知った。なぜなら静馬くんの顔は二目と見られないほどグズグズに崩れていたからだ。そこで見たんでしょ、犯人が助武君を殺すところを。そのことであなたと静馬君の資格は完全に転倒してしまった。あなたが犬神家にやってきたのは犯人をかばって自分が犯人の役を買って出るためだったんでしょ。派手な立ち回りをしてこの告白書を残して警察の前で自殺をするつもりだった。そうですよね。誰です？その犯人というのは。マツコ夫人です。何かご用でしょうか。はあ、昨日の発砲騒ぎはご存知ですか。ええ、福音服の男が捕まったとか今朝方警察の方から報告がありました。現在その男は犬神家連続殺人犯として取り調べ中です。そうですか。しかし本当の犯人はあなたですね。若林さんを買収して遺言状の写しを取らせたのはあなたですね。そしてあなたは玉代さんが絶対的に有利な立場であることを知り玉代さんを殺そうとした。そのことに気づいた若林さんを毒殺したのもあなたです。何をバカなこと。若林さんが亡くなった時私は博多にいたんですよ。現場にいなくても殺人は行えるんです。毒タバコはあなたが博多に立つ前に若林さんに渡したのでしょう。失礼です、やめなさい。あなた若林さんの次に助武君を殺害しましたね。
その時ボートハウスの中に静馬君と福音服の男がいたことをご存知ですか？え？あなた見られていたんですよ、殺人現場を。そんな、どこの馬の骨ともわからない男の証言なんか誰が信じるものですか？ところがですね、福音服の男はスケキオ君だったんです。スケキオ、スケキオ生きてるんですか？スケキオ君は静馬君に凶悪されていたんです。これもみんなお前のおふくろを救うためだ。犯行が残忍であればあるほど女に疑いはかからないからな。話してくださるでしょうね。いいえ、きっとあなたは話してくださいます。あなたのなすったことはみんなスケキオ君のためだったんですからね。そのスケキオ君に犯人の役を買って出られては、あなたの今までの極真はみんな水の泡になってしまいます。松子奥様、
スケキヨ。よく顔を見せておくれ。よくまあ無事で。このような姿で帰ってくると知っていたら、母さんはあんなバカなことをするんじゃなかった。する必要もなかったのね。きっとあなたを選ぶに違いなかったんですもの。僕は自分の式の過ちから舞台を全滅させてしまったんです。僕は弱い人間です。死ぬことすらできず捕虜になりました。その時とっさに山田三平という匿名を使ってしまったんです。犬神家の加盟に対して捕虜になることを恥じたのです。母さんに合わせる顔がなかったから。スケキヨ、母さんお前が帰ってきてくれれば、生きて帰ってきてくれればそれでよかったんだよ。何も他にはいらなかったのに、いらなかったのに。母さん、母さんを許しておくれ。助武君殺害の翌日に手形比べがあったわけですが、あの手形比べこそ僕にとっては致命的な盲点となったのです。手形を押したのは入れ替わった本物の助清君だったのですから、手形が一致するのは当然のことです。二つの手形は同じものであります。しかし玉屋さんは気づいてましたね。あなたは二度まで何かを言いかけてましたよね。助清さんご本人に違いありません。私は言いたかったのです。仮面を取ってお顔を見せてくださいと。あの晩また助清君は静馬君と入れ替わったのですね。では第二の事件に移ろうじゃありませんか。松子奥様の血液型は O 型ですね。これはあなたが助友君を殺害した時に外れたものです。この時あなたはこのボタンで左手の中指に怪我をしましたね。
そして再び鼓動の練習に戻った。その間に佐清くんたちが、静馬は三種の家宝の呪いだから菊の次は琴だと言って、私は空き家へ佐智くんの死体を運ぶと静馬に言われた通りに椅子に縛り琴の糸を巻き、それから身を隠すために東京へ立ったんです。なぜ犬神家に戻ってきたんだね。佐清殺しを新聞で見て玉屋さんのことが心配で。つまりこの事件で真犯人である松子夫人はちっとも技巧を凝らしてはいなかったのです。それを影の共犯者たちが後ろへ回っては技巧を凝らしていたのです。そこにこの事件の面白さと難しさがあったのですね。私は二人を殺しさえすればそれでよかった。その後で捕まろうが死刑になろうがそんなことはどうでもよかったんです。それが俺は佐清になりかわって犬神家を乗っ取ってやろうとその時決心した。そんなこと初子おば様がそんな嘘だと言ってください。これはあなたにお返しするわ。助武の服から落ちたの私が隠しておいたのです。青沼菊乃の良き琴菊の呪いは息子である静馬に引き継がれ、犬神佐兵衛の遺言によってその舞台が用意された。そしてそれは皮肉にも松子夫人によって演じられ、最後に静馬自身の肉体をもって見事に完成されることになったのです。良きこと聞く。所長様、助清は刑に問われるのでしょうね。それはやむを得んでしょうな。それはひどく重いのですか。さあ、まさか死刑になるようなことはありますまいね。いや、それはもちろん情状酌量も相当あると思いますが。玉代さん、あなたは助清が牢から出てくるまで待ってくれるわね。お待ちします。10年でも20年でも助清さんさえお望みなら。玉代さん、すまない。玉代さん、あなたにもう一つお願いがあります。何でございましょう。さよ子は近く子供を産みます。
その子の父は助友です。その子が大きくなったら犬神家の財産を半分分けてやっていただきたいの。おば様。いいえ、お母様。よくわかりました。古舘さん。はい。あなたが証人ですよ。はい。梅子さんに対する私のせめてもの罪滅ぼし。翔太、翔太、翔太、刻みたの子、若林さんを殺したのだ。気づかなかった、気づかなかった。医者を、医者を。いろいろとお世話になりました。お世話になったのはこちらの方です。本当にありがとうございました。いや、本当に助かりました。それはよかった。はい、何でしょう。サインをしてもらえないでしょうか。私にも。所長さん、残念ですけどまたの機会に。金田一さん、珠代さん。金田一さん、忘れ物。ありがとうございます。さようなら。またいつか。ええ、また。